年の気分を味わえるのではないかということで、もう今日流れてる気分でそうめんを食べたいと思います。イエーイ。お昼食べてないので、まあお昼ご飯です。ということで本日用意したのは、そうめんと、つゆです。はい、それでは早速ね、あ、見て箸変えたからね、綺麗になったんですけどということで今日はもうしっかりイメージトレーニングはしたので、イメージをしながらやっていきたいと思います。では、まあ、早速流しそうめんを皆さん思ってください。いいです、流れてます。はい、こんな早くないか、流しそうめん。こっちから流れてきた方が取りやすいですね。オッケー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 。おお、いい感じいい感じ。オッケーオッケーオッケー。そうめんの茹でるの難しかったです。ではイメージトレーニングもできたところでやっていきたいと思います。ではお願いします。来た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 。めっちゃ美味しいですね。なんかいつも食べるそうめんよりなんか爽やかな感じがします。あ、来た来た。めっちゃ美味しいです。やっぱそうめんしか勝たんわ。あ、もう一回来ました。はい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 。絶品。やっぱこのそうめんちょっといいそうめんなんで美味しいです。マジ美味しいですね。なんかイボの糸だと思うよ多分の赤いやつ。ちなみに流しそうめん食べたことありますからね。なんかみやが以前通ってた水泳教室になんか年一で祭りがあったんですけど、そのお祭りに私7年間通ってて1回だけ行ったことがあって、そこで食べました。飲むのはお茶です。掴むの失敗バージョン。あ、行きましょう行きましょう。じゃあ行きます。はい、お願いします。あ、思ったより早いですね。もうちょっとなんかスローペースでお願いします。おお、早いです。なんかはぁ、つかめないよ、みんなどうしよう。あ、来た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 。あ、ダメだ、ちょっとしかつかめない。はい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 。おお、いや、ちょっと真面目にお願いします。はい、あ、来た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 。はい、うんふんふん。ねえ、スケッチです。はい、あ、来た来た来た。はい、結構いっぱい
取れました。いただきます。マジ美味しい。そうめんにトッピングをするなら圧倒的卵きゅうりなんですよね。冷やし中華やんって思われるかもしれないですけど、これうまいんですよね。特に卵は美味しいですね。ちょっと薬味は今回なくて用意できなかったね。卵っていうのはなんか厚焼き卵の切ったやつみたいな、そう錦糸卵っていうんですかね。ですですです。ごまだれもいいですね。中坂は前そうめんをなんかジャージャー麺のタレで食べたら絶品でした。これはもうガチうまです。はい、そうめんは自分で茹でました。ちなみに今日の夜ご飯もそうめんです。では、はい、お、来た。うん、ガチも、初めて見た、かわいい。見ました、今めっちゃ可愛かった今。ほやーって最高、めっちゃうまい。あ、お願いします。ほっ、えい、ーうん、やっぱりそうめんを食べて夏を感じるって感じですね、間違いない。なんかやっぱそうめんを食べなきゃ夏は始まらないですね。薬味は入れる時と入れない時があります。いや、うまいうまい。もうそうめんがちょっとしかないんですよね。夏始まってなかったんです。そうですよ、夏よ僕のため急いでくれ、青い海が待ちきれない、太陽はそこまで盛り上がろうとやってきてる、君のことも気持ちいい、胸の中高まってる、強い日差しがなきゃ恋は始まらないさま、ドゥンドゥンドゥン、空を見上げれば目を閉じるくらい雲の木。なんか冷やし中華始めましたっていうさ、曲を一生聴いてた時期がありました今年。中ちゃんの夏祭り企画は明日が最後です。本当は今日違う企画を撮ろうと思ったんですけど、ちょっとそれを撮るにはちょっと元気が足りなくて、その今日の本当はやる予定だった企画はめちゃめちゃ素晴らしいほどの金額がかかっております。はい、1000円もいってないんですけど、まあ、私にしてはみたいな。はい、あ、そうめんと冷麦の違いはタレが違うことです。なんか今はめっちゃ元気なんだけど、なんかやるって決めた時に最終決断をこう下す時にちょっと眠かった。あ、全然大掛かりじゃないし、明日もね、なんなら食べるんですけど、あ、太さらしい、本当は。
じゃあ流しそうめんアンコールいきたいと思います。ほぐれてないちゃんと。さすがにこれ丸々入るかな。入った入った。じゃあほぼ変わんないみたいなもんですね。それではお願いします。結構いっぱい来ました。はっはっはおおか結構食べ応えありそうですね。いきます。いただきます。冷やして食べるのはそうめん。でもそうめんはあの酢って書くからなんか酢の逆っぽそう。なんだろう、なんか酢の反対っぽそうな言葉で、あの恋に麺じゃない分かんない。みよあったかいそうめんも好きですね。お母さんが作るつゆが好きです。でもすすることはできます。ちょっとそうめん流してくる流してきてください。演技うまい。本当にこの前のポテチでもぐもぐ配信食べたくなる。がさ、みっちゃんがケロトッツを食べていた件についてなんですけど、あれやばいですよ。なんかねマジ朝一に買いに行かないと売ってないんです。私も3回か4回トライしに行ったんですけど、もう全敗。乳麺だって。なんでですか。あ、煮る麺で。すごい。そうめんと冷麦の違いはだから太さらしいです。で麺はつゆが違うと思いました。はい、ケロトッツォはガチ売り、なんかね11時半とかに行ったら売ってるらしいんですけど、11時半にあのメイキーとかに行く勇気ないからもう無理ってなってる。なんかみーは用事のついでに行くから、その用事の用事が午前中とかにあったら行くけど、用事はもう基本午後からだから。ピアンダス森山の工場がでも買えるらしいね。森山の方がさどこにあるんやろって感じなんです。そうめんはあの小麦粉を水で混ぜて切るだけ。からもうケロトッツォを探すために出てます。長坂は小麦粉塩水でこねて麺作り、油抜けな手を使って細く伸ばす麺がそうめん。すごい。さっきちょっと取りすぎたから。かわいい。いただきます。やっぱおいしい。なんかそのそうめんってさ、こうあの夏バテしてさちょっと体調悪い時とかもさ、なんかスルスルって食べれるからいいですよね。いや今日はあくまで流しそうめんなので流れてないそうめんは食べないですか。違います、今日は流しそうめんです。はい、久しぶりに来てありがとう。そ
流しそうめん美味しそうですね。美味しそう、美味しいやろ。みんなもね、流しそうめん食べてください。そういえばさ、9月11日と12日のトーク会が残念ながら延期になってしまって、浴衣をどうしようかすごい悩んでいるんですけど、どうしたらいいと思いますか？ベランダに流しそうめんできるって結構すごくないですか？流れてるんですよ、流れてます。きしめうどんそうめんは材料同じ、作り方が違うだけです。すごい。そうなんだ。それ設定ってことの違いし、見えますか？ももたんのお家は規模が違うんですよ。ももたんのお家はバカ広い、まあショールームを見る限りはバカ広いので。なんか結構ね、使えば広くなるのかもしれないけど、ちょっと使う勇気ないですね。他の予定をの服時に服を変えるっていうことはほぼないんですけど、100ないんですけど、もう予告してそれでこの服見たいから買ってくれた方も多分いらっしゃると思うので。あ、小さい回す機械、ああ今ありますよね。ちょっとあれを買う勇気はないですね。なんか、置き場に困りそう。なんかさ、こういうのないですか？今なんかジェットコースターかよみたいなさ、そうめんの機械ない？中ちゃんの家は森の中すぎて最近木がぶっこんでくるんですよ。中ちゃんの家のベランダからそうめん流して1階で受け止めたいんです。おお、それちょっと楽しそうですね。ちょっと1階の人に頼んでみますか。浮き輪に困るといえば明日明後日で CD がめちゃめちゃ来るんですが、まあ、中坂さんのお家も CD はめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、もうちょっと、はい、抱えきれませんって感じです。かわいいちゃん星が森にあるんです。違う、森がかわいいちゃん星にあるんです。そう、トーク会は9月はとりあえず延期になってしまったので、最近パパサカとよく当たる。パパサカめっちゃやってますよ。なんか急にさ、今日メールが来てさ、なんかなんでできないのみたいな来てさ、いろいろ理由があるんだわみたいなやつ で、 できないって言った割にやってるくないみたいな言われてさ、あ、今終わった4時とか言って、でもそっから返信来ません。かわいちゃん性は別に気に入ってるわけじゃないですけど、まあ皆さんから受けがいいかなみたいな。仲良しだよ。でも最近電話まではしないかな。メールはね、2日に1回くらいします。パパ坂は怖いんですよ。なんか余裕で発倒されるけど、あ、でも今はそんな発倒されないよ。だってもう悪いことしなくなったから。てか昔はよくみゆが悪いことをしてたらすぐ発倒されるタイプで、めっちゃ頭ごなしに怒ってくるし、みゆがあっち行けって言ったら普通に携帯も財布も何も持たずに家飛び出して一日帰ってこないようなガキンチョお父さんです。どんなことしたかっていうと、父さんのお金でゲームセンターで遊んだやつを勝手に人にあげて、ボコボコにされました。そう、ボコボコにはされてない。そうめんにお茶はね、目は冷たいのが好きです。ババサカさんが言う、そう、なんかあっち行けみたいな。目があっち行ってみたいな。
別にあの出てけとまでは言ってないです、あっち行ってよみたいな言ったら、なんか持ってた携帯をあのバーンって床に叩きつけて、何も持たずに車の鍵だけ持ってあのどっかに行かれました。それで一日帰ってこなかったんだよ。面白くないですか。そう、まあでも今はそんなこともなくても超仲良しです。でもなんか二人であんまりお出かけとかはもう今はしないから、多分しないかな。でもなんかお父さんは土日にお仕事があることがすごい多くて、だから土日にお仕事があると平日に代休みたいな感じで休みがあるんですよね。そうなったら平日に休みがあるから、夏休みとかに中坂も休みでお父さんも休みとかになると、あのどっかに行ったりはたまにしましたね。でも車とかです基本。はい、別にパパ坂もう反抗期って言ってもそんな仲良しですよね。キマイみたいな、うざいみたいなノリです。でも最近はすごいハゲいじりをしまくってました。はい、でもそれももう1ヶ月も前のことですから。あ、パパ坂泣きませんね。多分ね、パパ坂が感情がないから目も感情がないんだと思います。ロン毛じゃないの、え、切ったんだよ髪の毛、髪の毛切ったんだよみんな。娘怖い。パパ坂の髪の毛なんかね、なんかほぼ坊主みたいなって。びっくりしたけど、でもなんか長かった時よりもいいと思うんですよね。めっちゃ前に切ったよ、6月末くらいかな、切ってた気がします。そう、なんか ここがなんかもう坊主みたいな、なんか2ブロックって言うんですかみたいな感じらしいね。なんかそう、お父さんとの握手会エピソードなんですけど、なんかトーク会は今どうか分かんないけど、握手会に行く時ってこう帽子を外してくださいっていうスタッフさんがたまにいるんですね。でお父さんはもう常に帽子をかぶってたから、その帽子を外してくださいってこう外してこう中をちゃんとこう見せるんですけど、その時に長坂がちゃんと交換音をつけるんです。交換音、アテレコつけるんですよ。こうやってやるんで、ハゲてますずっと言ってたんだ。そしたらね、笑ってくれないからさ、なんかさ滑った人みたいだったじゃんっていうエピソードです。でもその時全然ハゲてないんだよ、かわいそう。こんな娘に育たないでください。ひどい娘。でも本当にそんぐらい仲良しなんです。二人でポケモン GO しに行くし、お母さん母の日の前には二人でモルゾフのプリン買いに行ったりするし、あと何があるかな、あんまりでも二人でどっかに行くとかは握手会以外あんまりなかったんですけど、仲良しです。もちろんね、出張会帰ってきたら帰ってきて、もしコロナがある程度落ち着いてたらみんなでご飯行こうねっていう話はしてるので、そういつもミュウの主導権を握ってって、ミュウが、ミュウはいつも魚が食べたいから寿司って言うんだけど、まあ、その時はねお父さんが肉食べたいって言ったら肉食べに行くんで。でもなんかね、そう育て方を間違えたってよく言われます。仲いいんだか悪いか、だから仲は超絶いいですよ。仲悪かったらさ、こんなにパパ坂の話しないでしょ。そうじゃない？
仲良しです。あ、そんなこんなん言ってるうちに第2陣が来たということで、流しそうめん行くぞー、お願いします。はっ、うん、うん、マジ美味しい、超美味しいんです。間違えてたのに好き入ってない、そうですよ、お父さんがいなかったら好きにいないんです 100%。 なんか違う人生だったのかなって思うと、なんかそれもちょっと気になるけど、なんかはい、楽しいですね、美味しいですね。なんかもうそうめんって味がします。そうめんです。はい、じゃあまだね、流れてくるので、ほい、そう、パパ作に感謝感謝。いや、うまい。なんかこの普通のつゆで食べるのがすごい久しぶりなんですけど、普通のつゆもうまいっすね。はい、まだね全然流れてくるんですよ。たまにめっちゃ高速なのがなって、うん、うん、うん、パパサカーは、パパサカーはなんかおたともを作らないタイプの人だったので基本一人でいたんですけど、なんかみゆがドラフト落ちたすぐに推しのイベントがあってそれに行ったの、推しに会えたみたいな。で、推しのイベントに行ったら、なんかその推しがSK の時だった時のファンの方に会って、その人とめっちゃ話してて、なんかでも私はその当時小学校6年生で、もう周りに大きな大人しかいなくて、怖い怖いってしてたから、怖い怖いってした。なんで高速、なんかその水量が増えるっていうんですか、こう流れてる水が一気にもうドバッと来るとピュンみたいな感じです。あ、パパ坂がもともと推しのファンです。中坂の初 SK 現地現場はレナさん、ジーナさん、ナサナさんでした。中ちゃんもタトモはいなかったです、ほぼほぼ。中坂のママ坂の小学校か中学校かの同級生がSKE のファンで、その人とはよく行ってました。いろんなところに、名古屋ドームとか一緒にいた記憶ある。にゃん、あのツーショットの日、あ、そうですそうです。はい、そうです。いただきます。うん、ふん、トヨスタが6年、やば。でも確かにトヨスタ8月末とかでしたよね、9月の頭とか。触覚が食べるのにすごいね、お邪魔です。そんなスローなの、わかんない、どのくらい早いっけ、何くらいか。うん、食レポ上手そう。なんかもうツルツルっとこう口の中に入ってきて、
ツルツルっていうこの食感というか感じと、まあこのつゆといい感じに絡んでいて、そうめんの良さが全面に引き出して引き出していて、とても美味しいです。6年前の昨日と今日です。やばい、すごいエモいですね。なんか行きました、持ってるよフラッグ。この部屋になかったっけ。こっちかなかったっけフラッグとか言ってさ秒速で出てくるのすごい。これは1日目も2日目も行けましたね。すぐに出てきた、そこにあった。アリーナにいたかシール持ってる、すごい。ミュはファミリー席だったと思います。あ、私もトヨスタで配られたカッパを小学校6年間の6年前ってことは今16だから 10歳だから小5とかから2年か2、3年使ってましたね。台風の日とかそれ着て行ってました。こんばんみゆる、こんばんは。スキー初めてのコンサートがトヨスタ。おー、ファミリー席はステージ脇だった。ステージ脇っていうか、なんかステージがドーンのセンターステージ、サブステもあったかっけ、あんま覚えてないんだけど、でも結構トヨスタってめちゃめちゃ広いじゃないですか。だからその中間くらい真ん中のスタンド席の前の方でした、多分記憶が正しければ。教室の次の日にそのフラッグでおっさん内してる人がいました。すごい面白いですね。これオース案内、オース案内すごい。天空席撮影タイムサウナさんが近くに来た。おーすごい。なんかあんま覚えてないんですけど、柴田彩さんがこうやってやってたのを覚えてる。そして中坂はこの前の貝殻衣装はあれレナさんの卒婚の衣装なんですけど、柴田彩さんのでした。完全に遊んでる。なんか黒島さんと向かいの席でした。なんかファミリーはこう向かい合ってこうステージをこう向かいだったの、向かいだった、向かいでした。色がそばみたいらしいです。向かいだったらしい。あ、
ごちそうさまでした。みゆはメロンパン食べた記憶あるんですよね。マジ懐かしい、覚えてる。美味しかったです。みゆも多分そうだった、ガラケーだったからね、役に立たなかった気がします。ファミリー席の横のメインステージ真横でした。みゆは下手側にいた2日間とも多分。結構食べました。メロンパンあったよね、メロンパンめっちゃ食べた記憶あります。ステイタイムの時充電切れだったけど、さえさんが目の前に来たからスマホ向けて撮ってるふりした。悲しすぎるそれは。ビエン、物販もめっちゃ並んでた記憶あります。みはあのマキコさんの冷却のやつが欲しかったんですけど買ってもらえませんでした。お腹いっぱいじゃないです、まだ私は今日 5束茹でたから残ってるんです、まだまだ。最初のコンサート名古屋ドーム2日目でした、アリーナ。めっちゃいい席じゃん、いいな。最初のコンサートはツーショット写真会よりも早かった気がします。ワンツースリーフォーの時のイベントのやつです。芸術劇場かどっかでやってたやつ。あんま覚えてない。2人で5束です。そう、そのさマッキーブルーみたいなやつがもう超欲しくて、5束って結構な量じゃない？でもお母さんが5束って言ったから5束茹でました。2日目帰るのが遅くなって電車がなくなり4時間くらい歩いた思い出。やばい、 すごいですね。結構でもみんなそうなんだ。中坂は何で帰ったんだろう。なんか1日目か2日目かどっちかはめっちゃ電車とバスを乗り継いできた記憶があるんですよ。でも帰りは何、あでも帰り歩いて帰った記憶もあるんですよね。なんか橋みたいなのなかった、白いこう、こうなんか歩いて帰った記憶ある気もします。ピンクとか色、その頃はルカさん推しでした、テレ。早めに帰って駅まで歩いた。おー、橋あったよね。すごくない？中坂よう覚えとるわ。橋ありますよね。あ、めっちゃ記憶ある、めっちゃ記憶ある。トレスタで隣の席になった人がマサラさんの卒コンでも隣になった時はすごいよく覚えてますね。結構経ってからだよね、だって6年前でしょ皆さんが。でマサラさん 4年前だからちょうど同じくらいですね、9月でしたから。僕らにすれば最近のことだから、まあそっか。でも16年間生きてきた中の6年前はもうめっちゃ前なんですよ、長坂にとっては。やばい、みんなすごいですね。
初めての SKE 目的ライブ AKB の名古屋ドームかもな。おお。入場前に人のチケット拾ったな。その人もダメじゃん。ピン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 。豊下コンサート終わってそのまま仕事に戻り、やばハード。お疲れ様です。でもやっぱりスキー外資とめっちゃコンサートして、外資でめっちゃコンサートしてるんだなって思いました、改めて。外資ホールもめっちゃ行ってな、行ってましたな、行ってました行ってました。懐かしい、懐かしいですね。はい、でもいや、外資と豊スタとその愛知芸術劇場みたいなところくらいしか、ガチ、あでも名古屋ドーム行ったことありますくらいしかないかもしれないです。マジ愛知県で動いてました。ハンバーグ食べながら配信みたいな、いいな。ハンバーグこの前さ、浅熊っていう、まあ、愛知県にハンバーグ屋さんがあるんですけど、その特集を見てて、うまいそうで、もう食べたいってなってます、ハンバーグ。センチュリー行ったことないんですよ多分、ない気がします。私は基本的にファミリー枠だったので、席、あんまり悪い席は座ったことがないですね。時間やばいかな。初めてのコンサートは12月まで新劇場できるのかというタイトルの時でした。おお、じゃあ結構前じゃん。リクアワーミュー行ったことないですね。ミューが行ったことないですね。社会ファン入学式も行かなかったんですよ、行けなかったんですよ正確には。あ、高田修一さんたちが卒業された時の外資は行きました。最終日に行きました。ソロコンは1日目か2日目か、なんか増田さんが出てた方は見に行った。埼玉スーパーアリーナは行ったことないですね。 MC は本当にしたことがない。最初の外資がちょっとな、何かわからないんですけど、外資はでもめっちゃ行った記憶あります。今日全然ギフト消えてないかも。シルルルルさん、ミノイノマミノイノミノイノマカパさん、タコ花火、あ間違えました、タコさん花火、飛行ボイスさん、金魚すくい、ブルドックさん、水風船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 、シルルルルさん、ハート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 、水風船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 、お王様さん、緑玉、シルルルンさん、水風船、ひこぼしさん、金魚すくい、シルルルンさん、水風船、水風船、サーフィンさん、かわいい、シルルルンさん、水風船、猫耳さん、水風船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 、シルルルさん、水風船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 、ひこぼしさん、水風船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 、ピッピフピさん、トロロラのブーブルドックさん、ライフ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 、ありがとうございます。いや素晴らしい、ゲシュタルト崩壊寸前だよ、やばい、めちゃめちゃゲシュタルト崩壊ですね。最近覚えたからいっぱい使っていこう、ゲシュタルト崩壊。何回行ったかな、30回ぐらい行った記憶があります。ここは膝でした。それではランキング見ます。今日の中身73位だと思う人、今日の中身73位はデケ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 
ゆっちーずの豚のさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。みなかさんからのツッコミありがとうございます。では20位から読みます。いきます、いきます、せーの、ハムスターさん、ピヨンさん、ピッピフーピさん、海賊さん、天使さん、スマッシュさん、大手さん、ありがとうございます。イエーイ、おー、イエーイ、ありがとうございます。やばいやばい、顔が丸い、顔が丸い、なんかさ、触覚がさこんなんみたいな、先輩結構多いじゃないですか、もうこれだけが触覚みたいな、なんかすごくないですか。長坂はもうこれがないと生きていけないんですよ最近。これの重要性やばいんですよね。あの圧倒的顔がね、こうシュッて見える。いや、いいですね。では13位から見ます、いきます。13位、さあありがとうございます、ブルブルブルドッグ。12位、さあありがとうございます、ブブー。11位、さんありがとうございます、ヒヒー。10位、さんありがとうございます、わさー。9位、さんありがとうございます、ウェーイ。8位、さんありがとうございます、キラキラ彦星。7位、さんありがとうございます、ウキー。6位、さんありがとうございます、パンダー。5位、さんありがとうございます、シャー。4位、さんありがとうございます、シュルルルン。3位、さんありがとうございます、猫耳、にゃんにゃん。2位、さんありがとうございます、オムライチュ。そして今日の1位は、ドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドンデン、さんです。イエーイ、せーの、あっちこっちどっち、ナッキー。そういえば昨日ナッキーさん誕生日だったからさ、おめでとうございますってリプしたらさ、中ちゃんがさ大人っぽくなったように見るのがさ嬉しいよみたいな書いてくれてさ、もなんか嬉しかったし、なんか中坂さんナッキーさんにあのお姫様抱っこされたことがあるんですよ。すごくないですか。中坂もいつかあの後輩ができたしたいですね。ということでありがとうございます。そして熊野ちょうちんもありがとうございます。困った困った。はい、ということで、いつされたの知らないですか。中坂さんはあの去年か一昨年かの、一昨年かな、一昨年の12月くらいにナッキーさんと一緒に2じゃないよさせていただいた時に、あのまだコロナじゃなくて、もう全然もうめっちゃありみたいな時期だったから、あの、え、中ちゃんならお姫様抱っこできそうっていうノリでお姫様抱っこしてもらったんですよ。はい、そうだから中坂もあのいつかアイス獲得の話はね最後にしようと思ってました。ごめんなさい、ありがとう教えてくれて。ということで、2663人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、欲しいギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪ショールームのほら、ツイッター、インスタグラムのアメブロのチェック、よろしくお願いします。そして改めてね、そう教えてくださったんですけど、あの昨日の夜配信にて、花火のなんかギフトのアイスがいっぱいもらえるみたいなイベントが達成したということで、皆さんありがとうございます。皆さんまだちょっとお肉すら頼んでなくて食べてないんですけど、でもお肉はみんなとショールームで食べる予定なので、アイスはショールームで食べたいなと思ってるんですけど、もしかしたらさすがに7日分はここで食べないかもしれないので、まあでもみんなとアイス共有できたらいいなと思います。それでは、あ、本当にありがとうございました。ということで、
コメントしてください。違います。それでは終わりたいと思います。せーの、バイチャーじゃんけんぽん、初めてほい。今日の合言葉はアイスクリーム。バイバーイ。21時2分から試験法廷大富豪は終わらないで会いましょう。今日がラストスパートだ。頑張るぞ。